国鉄キハ57系機動車。キハ57系機動車。キハ57系機動車は、日本国有鉄道。国鉄が1961年、昭和36年から翌1962年、昭和37年にかけて製造した、急行系機動車、ディーゼル動車である。なお、キハ57系という表現は、同一の設計思想により製造された機動車を、 便宜的に総称したもので、正式なものではない。具体的には、キロ27型、キハ57型の2形式を指す。新越本線、横川軽井沢間、薄い峠のアプト式区間を通過する、急行列車用として製造された車両で、台車に空気バネとディスクブレーキを採用する、キハ58系グループの特殊仕様という位置づけ、車両であり、 台車以外はキハ58系グループに準ずる。アップ都市区間では、自力走行や、協調運転は行わず、同区間専用の ED42 系電気、機関車によって、推進、牽引された。1950年代末期、日本各地で、準急列車、急行列車の起動車化が進展すると、長野県内の新一本線運営線でも、起動車導入のニーズが生じた。 薄い峠を越える新越本線の横側、軽井沢間、通称横系横軽は、66.7パーミルという当時の国鉄で一番の急行バイク間のため、関節鉄道での開業以来、アプト式軌道が採用されていた。アプト式ゆえ、走行用レールの間には、ラックレールが付設されており、これに噛み合う歯車を持つ専用の機関車で運用されてきた。ところが、 当時の起動車用標準台車であった d t 2 2系、TR-51 型は、車体側にブレーキシリンダーを持つ車輪踏みずら、両抱き式のブレーキワークを備えていたため、そのままではブレーキテコの一部がラックレールに接触し、この区間を通過することができなかった。これに対し、ワシン部にディスクブレーキを備える台車であれば、ラックレールをまたぐブレーキテコがないため、 干渉も発生せず、アップと区間の走行の障害とならない。また、枕羽根を高さ調整弁付きの空気羽根とすることで、赤車、空車にかかわらず、最低地上高の変異を抑えることもできる。そこで、新越本専用の急行用機動車としてキハ5 8軽グループを基本とつつ、ディスクブレーキ付きの新型空気羽根台車を装備した本系列が開発された。 車体構造、エンジン、室内の接客設備など、台車関係以外の部品や構造はキハ58系グループと同一である。台車は、同区間を通過する特急列車である白鳥をはじめ、全国特急も整備用として1961年10月1日のダイヤ改正で登場したキハ80系二次車で採用された空気バネ式の DT31 系。 動力台車 T68 系、付随台車である。前車はキハ58グループのキハ58型に、後車はキロ28型にそれぞれ相当する。本系列が走行する長野県内は、勾配が多く、キハ28型に相当する1機エンジンの2等車は存在しない。一方で、中央本線に投入されたキロ58系のような2機エンジンの1等車も存在しない。 車両番号、メーカー一覧を以下に示す。1961年7月から上野長野間の急行、市が丸池に投入され運転を開始した。同年10月からは、上述に列車の他に、と、学士にも充当され、同時に車両運用効率工場の観点から広域運用を実施することとなり、薄い峠と全く関係のない大阪長野間の ちくまにも運用を開けし、市が、丸池と、と、学士、ちくまとの4列車による共通運用で重当された。さらに1962年3月からは、市が、丸池の長野電鉄湯田中への乗り入れ運用も開始された。しかし製造からわずか2年後の1963年、昭和38年には、薄い峠区間のアプト式廃止による粘着式、 切り替え並びに、軽井沢長野間電化管制により、急行列車の運転体系を変更し、丸池を、滋賀に、と、学士を新設の、新州に統合し、引き続き機動車列車として存知する、地区間と運用を分離した上で165系連車化、された。このため本系列は、本来の存在意義を失ったものの、引き続き新請配置された長野機関区、長野運転証言。 長野総合車両センター所属のままではあったが、滋が、丸池、と、学士から飯山線や、循環急行、諏は、野辺山、中央再線急行、基礎などに転用された、地区間には、中央再線の電化まで引き続き運用されていた、ものの、順次新たに投入された、キハ58系との根結及び同系のみでの蘇生となる。 キロ27型は1965年、昭和40年に AU13 型分散式冷房装置と自社専用の 4DQ-11P 型発電セットを搭載する冷房化改造を施行。引き続き長野配置のままキロ28系及びキロ58型とともに、地区間大阪新潟間の越後などで運用された後、1978年、 昭和53年から1980年、昭和55年にかけて、7両すべてが廃車となり、廃形式となった。キハ57型も前車が1970年代に、冷房化改造工事が施行され、キロ27型同様に引き続き長野配置のまま、運用に充当されたが、1974年、昭和49年から1978年に、 かけて全車が以下の車両基地に転出した。キハ58系と混用され、小海線高山本線、関西本線、紀勢本線、四国島内の急行、普通列車で運用された。製造時期が1961年から1962年と、古いことや少数形式であったことから、1984年から1987年。 昭和62年の国鉄分割民営化までに多くが順次老朽廃車となった。国鉄分割民営化時には19.22の2両のみが四国旅客鉄道 JR 四国に承継された。この2両は JR 四国色への塗装変更も施行された後に松山運転所に転属したが、1991年平成3年10月9日に運用を終了し、 廃車となりきは57型は背景式となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。